はい、さーい、はい、さーい、はい、今回ですね、ワールドクッキングですね、はい、今回はインドネシアの料理をしようと思います、うん、はい、料理人もいるんで、呼びました、はいはい、ジェームスさんです。はい、どうぞ。あ、selamat siang, nama saya James, saya berasal dari Indonesia. Senang bertemu dengan Anda. それはちょっと違うね。それはちょっと違うと思います。全然通じない。日本語大丈夫ですか？日本語は大丈夫です。日本人ですか？日本人ですか？じゃあ日本語使いましょうか。どういう日本語？あ、そうですか。わかりました。かなり日本語うまいです。ペラペラですね。普通に喋るんじゃないですか。しかも何なんですか、このカラコロニア。カラコロニア。カラコロニア。今日はね、インドネシアの代表的な食べ物、ナシゴレンっていう名前です。ナシゴレン。ナシゴレン。聞いたことありますね。聞いたことない。なんかバンド名みたいな感じですね。ナシゴレン。日本で買って、まあ、インドネシアの料理やろうかなと思ったんですけど、じゃあ日本でも作れるようにちゃんと料理したってことですね。スーパーで買えるんですね、材料。スーパーで全然買えます。もう早速ね、目の前にね、もう準備されてるんですよ。沖縄人は辛い食べ物食べるんじゃないですか。少しでも辛い食べ物をやろうかなと思ったんですよ。ああ、いいですね。辛いの最近好きだったんで。結構ワールドキッチン結構回数重ねてるんですけど、今までのは遊びなのかなって。ガチですからね。ジェームスさん、あんまり突っ込みたくないんですけど、しょっぱなから、これスーパーでも買えないですよね、この時点で。食べ物ではないですよ。それは食べ物ではないですね。インドネシアにしか売ってないですか。そうですね、これはね、ココナッツミルク、わかります？はいはい、の木から作られたんですよ。へぇー、アマゾンで買えそうです。パイプみたいな感じしてるじゃないですか。してるじゃない。この木独特の匂いとか味も染み込むんじゃないですかね。なんか確かに違うんだったら違うでいいっすね。匂いに合わせようとしてるけど、匂いに合わせなくていい。赤いの方がめっちゃ辛い。ニンニク、オニオン、卵、ウコン。はい、ウコン。両手で、あ、すごい、すごい、すごい。あ、グリグリ、グリグリ。はい。こっちの方が細かいですね。インドネシア日帰りで行って、これ買いに行ってもいいレベルですね。買っちゃうな。相当高いですね。これ見たことない。インドネシアからのケチャップなんですよ。甘いケチャップ。マニス。はい、マニス、意味は甘い。甘い。マニス。たけしマニス。たけし甘い。たけし甘い。たけしさんは甘い。どういう意味ですか。人生的に甘いっていう。そうです、そうです。性格、また人生経験が甘いっていう。性格が甘いと。あ、自分に甘いっていいことですか。自分に説教ですか。あの、足弱めにじゃなくて弱めに。弱めに。弱めに。はい、よし、やりきった感ありますね。女子やりきった感ありますね。温度間違えてたってんでね。もうジェームスさんとたけしの温度差が出てる証拠ですね。うまいですね、なかなか。ジェームさん、これどかしたらダメですか。あ、いいですね。すいません。そこは自分の判断でいけない。そうですね。油とマーガリンですか、これ。そうです。これは何ですか。鶏肉です。インドネシアでしたら肉使う前に洗うなんでしょう。洗う、洗う。日本はどうですか。洗わないです。洗わないですよね。普通洗わないです。はい、肉洗うんですね。あの、綺麗に、綺麗、綺麗になるように。ああ、これぐらいのスライス。そうですね、これぐらいがベストだと。ガーリックマーガリンにプラスニンニクを入れると。ニンニクを炒めて香りを出して。はい、じゃあ次はオニオンですね。鶏肉もいいです。でもスプーンで、これをもう2倍ですね。はい、あ、醤油あるんですね。あります。ですから形を残して食感を残すみたいな。君の方はどうするのか。なんか沖縄料理で好きな食べ物とかあるんですか。やっぱりありますね。テビチ。あ、テビチ。あ、テビチ。違います。テビチはうまいんですよ。相当好きですね。今の言い方は本当に好きですか。こもってましたね、テビチ。これはちょっと家から持ってきた感半端ないですよ、これね。あー、これいいっすね。そうですね。ジェームスさん、ちなみに、はい、ハイサイの動画で一番何が面白かったんですか。サバイバルですね。あー、サバイバル。最近やってる、あの、無人島とかも。あー、見ました、見ました。見てるんですか。見ました。昨日見ました。どう思いました。なんと言います。街。街。あの、濡れてて、乾燥して、ナイフもなくなって。誰のせいかね。誰のせいですか。誰のせいですかね。みんなのせいですよね。管理不足ですね、これは。おー、色合いがまた良くなった。
これクレヨンしんちゃんの坊ちゃんでしたんですか。坊ちゃん、はい、カルオッケーモノマネうまいんですよ。あ、そうですか。じゃあ行きます。はい。しんちゃん、遊ぼう。ちょっとなんか出来上がってるんですか。すいません、恥ずかしさが半分入ってるからね。ちょっと寝てるよ、ちょっと寝てる。優しい味ですね。優しい味、優しい味。これいつも通りですか。いや、そうではないです。そうではないですか。なぜかというと、日本人の口合うように。あー、北海道版。はい。いや、もういつも通りで。いつも通り、はい、いつも通りでいいです。いつも通りだったら。わかりました。いつも通り、今戻らなくなってないですか。大丈夫ですか。そうですね。もっと優しいですね、じゃあ。最初に言ってほしかったって言ってしまった。戻らないですよね。抜くことできないですからね。足すことはできるけど。おー、これはいいですね。つばさんは、あの、魚好きではないかね。そうですね。はい。じゃあ、竹瀬さんは。俺ですか。梅干し。梅干し。同じ。インドネシア。おお。もしかしたら通ってるかもしれないですよ、インドネシアの。違う。もしかしたら、双子じゃないですか。いやー、梅干しね、ちょっと苦手なんですよね、ちょっと、はい、若干ね。はい、わっ一気に離れていきます。寂しいんで、こんなの後回りしてスッて冗談はさておきみたいな。さておきスッて離れて、スッて。はー、超豪華これ、おしゃれ。おしゃれだね。鮮やかですね。これで梨ごれん完成です。完成ですか。完成。では、見ましょうか、はい、これインドネシアではスプーンですか、はい、箸ですか。そうですね、昔は手で、今回じゃ手で食いますから、ね、食べてみましょうか、はい、ちょっと新しいですね。新しいスタイル。ちょっと手洗ってきます。はい、手洗ってきます。いただきます、インドネシア語で。サラマッマカン。サラマッマカン。はい、サラマッマカン。そうです、そうです、そうです。サラマッマカン。双子ですね。双子。サラマッマカン。なんで横に食ってんの。いただきます。いただきます。サラマカン。サラマカン。はい、では行きましょうね。はい、はい、最初に味見たよりもすごいですよ。辛い、やっぱり辛いけどなんかうまい。辛うまい。いろんな量だけ取って、これでこれめちゃくちゃ辛いやつですよね。はい、辛いですか。ちょんちょんで、ちょんちょんでいきましょう。もっともっとやりましょう。もっともっともっと。ちょんちょん、二度漬け、三度漬け。何言うか。うん、美味しい。美味しいですか。やったー。美味しい。ですかね。あ、美味しいですね。あ、そうですか。最高。これ最高で、美味しいでしたらエマ。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 とてもエマ。とてもエマ。エナスカリ。エナスカリ。とてもエマ。エナスカリ。エナスカリ。おお。発音バッチリ。発音バッチリ。お、大丈夫ですか。あ、これ辛いですか、そんなに。一枚、一枚。はい、頑張れ。やっちまえ、やっちまえ。おお、インドネシアの口じゃないんですか。うん、うわ、エナスカリ。うん、エナスカリ。うわ、めっちゃウケてる。初めて見ますよ、日本人こんな食べるの。びっくりしました。エナスカリ。じゃあこれ食べていきましょう。はい、起立。で、今日は動画を見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。みんなが嫌がるスペースデリバリー。スペースデリバリー。本当は生で食べさせたかったアフリカマイマイ。アフリカマイマイ。楽しかった。右をクリックするとチャンネル登録、左をクリックすると関連動画。関連動画。よろしくお願いします。よろしくお願いします。